天沼弁天地公園は東京都杉並区天沼にある杉並区立の公園である。東公園はもともとは近くにある天沼八幡神社の敷地の一部で、敷地内には自然の湧水をたたえた池があった。この池は同地の地名、天沼の名の由来ともされている池で、池の中央には微細天を祀った島があり、大正時代までは雨乞いの行事も行われていた。 しかし、その後は、付近の宅地化とともに、池の流水は枯渇した。また、1955年から1970年頃までは、料亭、天の町判定もあった。その後、1975年に、別細店を神社の敷地に移し、敷地一帯は、西武鉄道に売却され、西武ゴルフ研修所となった。その後2007年に、区に売却され、 既存の池の他に、広場、杉並区立郷土博物館文館などが作られた。もともと池に生息する生き物や水草を食べ尽くして、しまうという理由で、ペットの放流を禁止する看板が掲げられている。具体的に挙げられているのは姫高、ザリガニ、金魚、鯉、ブラックバス、ミドリガメ、ワニガメである。また、生き物への餌やりも禁止されている。 子供図書コーナーが設けられ、動物、植物、科学、歴史など、子供用の図書が閲覧できる。貸し出しは行っていない。天沼中学校のエコキャップ回収運動用の回収ボックスが設置されている。この池は、天沼の名の由来になった池ではなく、枯渇後に作られた人工的な池で当地が、西武鉄道の敷地だった時代から、すでに存在していた。 ビオトープネットワーク杉並による掲示杉並区都市、整備部緑公園課による掲示物共同博物館文館内掲示。ありがとうございます。